ガブリエル・マルセル、右の人物、1965年の撮影、ガブリエル・マルセルは、フランスの劇作家、哲学者。キリスト教的実存主義の代表格。マルセルは、1889年パリに生まれた。父は、国会議員、国立図書館館長などを歴任し、教養ある人物だったため、マルセルも、音楽や美術、 演劇などに造形が深く、それが晩年の施策の深まりと広がりに大きな影響を与えた。第一次世界大戦中にフランス赤十字軍の奉仕活動に参加し、行方不明兵士の調査活動に従事した経験から、実存に目覚め、哲学的施策を開始した。私は体であるというテーゼを代表作、存在と所有に結晶させ、 独自の身体論を展開した。出版関係の仕事をしながら、劇作家としても活動、その後いくつかの大学で哲学の教鞭をとった。1927年に著書、刑事上学日記発表。あまり熱心ではない、ユダヤ教徒の両親を持ち、当初は無心論者であったが、1929年にカトリックに改修した。 これは、電気作家らの解釈によれば、あまりに早すぎた両親の死を、心の中で埋め合わせする、補完的な意味合いを持っていたのではないかと言われる。アンリベルクソンの影響を受けて、ジャンポール・サルトルに接近し、そこから、実存主義との接触を持つようになった。その後、サルトルの実存概念に、無心者のニュアンスを感じ取り、離反。キリスト教研究に立ち戻った。 彼は、信仰を主軸としたキリスト教的な実存者としての、人間を、旅する人間として捉え、当時のフランスの実存的な哲学、文学潮流の中でも、異彩を放つ、思想家として知られた。1948年アカデミー・フランセーズ文学、大賞、1964年ドイツ、書籍協会平和賞を受賞。 1973年心臓麻痺のため営民。マルセルは、実存を基盤に、他者論、身体論を展開し、自宅のサロンには、サルトルやレビナス、リクールら戦後のフランス思想を導く俊英が集まり、自由な雰囲気の下で、哲学的思索を深めた。自己の体を、思索の起源とし、他者との瞬別、存在を神秘化する思想は、 メルロポンティの身体論やレビナスの他者論の先駆となった。マルセルの身体論は、自己の体を思考の契機とし、私は体であるというテーゼを展開する。晩年はこれを他者論と結びつけ、死者の記憶を私が愛しているということは、あなたが死なないということだと表現し、存在を神秘化する思想に深めていった。主な翻訳は、マルセル著作集に収録。 以下表記は、現著観光年順。他にも、戯曲や演劇評論を残している。ありがとうございます。